技、覚えました。ポロリ運動会とやらは終わった感じだね。まったく、何なんだよあいつら。忍びの盆踊りを真面目にやる気はねえな。そうっすよね。きっとさゆり様はめっちゃ怒ってるっすよ。でも私たちとしてはダラダラと遊んでくれた方が助かるわ。その分時間が稼げるもの。カフルの言う通りだね。さっさと櫓を壊しちゃってすぐに盆踊りが終わっちゃう。私たちの目的が果たせないって。うちちょっと思ったんすけど、うちらの目的さゆり様に話した方がいいんじゃないっすかね。もしかしたら協力してくれるかもっすよ。あのね、忘れちゃったわけ？里のみんなにも内緒にしてるんだよ、あのことは。それは分かってるっすよ。分かってるんすけど、なんだか嘘ついてるみたいで。待て花火、それ以上難しいことは考えちゃダメだって。でも考えないでって言われても困るっす。ごちゃごちゃすると花火忍法が暴発しちゃう癖、なんとかなんないもんかね。またやっちゃったんすね。ごめんなさいっす。ほら花火お姉ちゃん、楽しいこと考えよ。頭を空っぽにするのよ。頭を空っぽってどうやってやるんすか。うち頭を使うのあんまり得意じゃないっすから。やって、じゃないと花火お姉ちゃんがまた爆発しちゃう。あれをやれっていうのか。たまにはカフルがやってくれよ。いつも私ばっかりじゃないか。だってレンカお姉ちゃんの方がうまいし、私なんかじゃまだまだ無理だと思うな。そうか。仕方ない。いや、計算通り。では行くわよ。パンパカリンパンパカリン、お腹をペロンとパンパカリン。またをペロンとポンポコリン。
のドッカーンは回避できたね。どうよカフル、大したもんだろ私の踊りは。うん、本当にすごいと思う。私は死んでも外で腹踊りなんてできないし、したくないもの。なんだって。待って、あっちから人の気配がする。どうやら生き返った忍びたちみたいだな。やっぱうちらも戦わないとダメっすか。そりゃそうでしょ、出ないと忍びの盆踊りにならないし。どっちにしたって向かってくる連中に背を向けたら私が廃る。まあ何もしないと腕もなまるし、ここは一丁ドカーンって言ってみるっすか。行け！